こんにちは、ファッピーチャンネルの泉ひなです。言葉って苦手な言葉とか嫌いな言葉、聞きたくない言葉、言いたくない言葉あったりしますか？私は苦手な言葉があったんですね。で、その言葉がとても苦手だったんですけれども、その尊敬するような言葉に、なりました。でそれは、お芝居を通じてなんですけれども、とその苦手な言葉っていうのが幸せになってっていう言葉だったんですね。で幸せになってねっていう言葉を今までいろんな方に言われてきていて、私はその幸せを感じてない時はなかったんですけど、その幸せになってねっていうのが、なんか上から目線で言われているような感じに捉えてしまっていったんです。私自身からは人に対して幸せになってっていう言葉はかけられなかったですね。自分が嫌だったので。でところがある、主演の舞台で、その主演の役が幸せになってねっていう言葉を言うシーンがいくつもあったんです。で私はそのセリフを言いたくないとは言えない役だったので、その言いながら、お芝居をしながらその気持ちを探っていった時にハッと気がついたんです。で今までその幸せっていうのを、幸せになってって言われて、自分一人の幸せっていうふうに考えてたんですが、その役っていうのはみんなで幸せになろうね、でみんなで幸せになってその幸せを共有して喜ぼうねっていうふうにそういう心が動いているドラマで、で私は自分のことしか考えてなかったから、幸せになってっていうのは私が幸せにならなきゃなってほしいって命令じゃないけど、なんか言われているって感じていたのは本当にちっちゃいなって自分のことを反省しまして、あそっか、幸せって一人でなるものじゃなくて一緒に幸せになって一緒にその幸せを喜ぼうっていう意味が含まれてるんだって気づいたんです。ね、一緒にお手手つないで帰ろう。だから、共にその幸せっていうのは一人ではなくって、共に幸せを共有し合おうっていう意味に捉えたら、幸せになってね、幸せになろう、幸せになりますようにっていうのは、一緒に幸せになりましょうっていう、そういう意味にちゃんと受け取っていれば、すっごく素敵な言葉をいただいていたんだなっていうことを後から気づきました。でもそれもやっぱり言葉でも何でもこう引っかかっていたから気づけたこと、もしも皆さんも何か引っかかる言葉とか嫌だなとか違和感を持った言葉があったら、もしかしたら後に素敵な言葉になって帰ってくるかもしれないですね。